はい、皆さん、ゲストのマフマフさん来ました。で、震えてるんだけど今、怒りで帰りたいもんだって。俺の友達とかのことを題材に配信しようとしたときに、さあ、そしてちょっとゲスト来たのかな、ゲストがまた、ゲスト、あれ来てない、来てない、ゲストが来てない、どうなった、ゲスト来てない、通話入ってる、もしもし、あ、もしもし、もしもし、え、マフマフさんですか。あ、お疲れ様です。はい、皆さん、ゲストのマフマフさん来ました。今回ですね、なんとマフマフさんは現場に来てくれません。いや、行ってもいいんですけど、はい、インフルエンザ移すことになりますよ。本当ですか、今インフルエンザって本当ですか。いや、本当ですね。39度ぐらいあるんで。いつからですかそれ。昨日ぐらいかな。昨日ぐらい、でも2週間前ぐらいから来ないみたいに出ませんでした。あ、もともと来れなかったんですけど、インフルエンザで全部ファンになりました。来る気ゼロじゃないですか、普通に。なんで僕、誕生日祝う配信に誘われたのか、いまだに分かってないんですけど。いやいや、マフマフさん、だって僕と名前めっちゃ似てるじゃないですか。いや、それは確かにそう。うん、マフマフさん、僕の名前パクってマフマフにしてるんじゃないですか。確かに、その説はあるかもしれない。まあちょっと同じ名前ということで、マフマフさんの今日はちょっとなんかスマブラがめっちゃ強いみたいなんですよ、マフマフさんで。まあ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 、はい、まあ今日対戦するみたいな話があると。やりますか、じゃあまずは一旦やりますか。うん、まずはまあどっちが強いかはっきりしてからちょっと話するみたいな。普通にスマブラからするんだ。まあ先にね、やっぱ先に。なんかめっちゃ強いらしいです、マフマフさん、スマブラ。マフマフさんやっぱり顔出ししないから偽物って言われてますよ、本物なのに。いや、本物なんだけどな。顔出しも難しいんですか、顔出しも。顔出し、今、寝込んで頭に冷えピタ貼ってあってぐちゃぐちゃですね。まあ別に何でもいいんですけどね、僕は。いや、俺は良くないんだよ。ああ、まあじゃあやりますか、スマブラ。なんかじゃあ、でもやるにからにはうん、うん、負けたら何かしてもらわないとね、でもね。おー、なるほど。そら、え、じゃあ、うん、どうしよう、俺が負けたら何したらいいですか。マフマフさん、まず僕が負けたら何かあります。やっぱあれかな、1個願いを叶えてほしいのがあって、はい、ちょっとその願いを叶えてほしいです。そうだな、なんかあれかな、はい、じゃあ俺の友達とかのことを題材に配信しようとした時に、はい、これ本当かどうか分かんないなって思った時に、はい、一旦俺に聞いてくれるとか。はい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 。本当じゃない話とかが配信されちゃうのも良くないし、コレコレさんもしたくないじゃないですか。はい、信憑性なくなっちゃうから。要は他の歌い手のなんか暴露みたいな垂れ込みが来た時に一回マフマフさんに確認しようってことですか。そう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 。で俺もそれが本当か確認するんで。はい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 、なるほどね。で、まあ、確認して、悪い人を裁かれるみたいな。ちなみに確認して本当だったら言っていいってことですよね、それは。本当に悪事をしてたらしょうがないから、はい、まあもちろん僕もでも証拠がない話言いませんからね。まあ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 、確かに、はいはいはい、分かりました。じゃあ負けたら毎回ね、その歌い手とか、まあ、マフマフさんの友達の悪い不祥事の話が来たら、一回これ本当なのかっていうのをマフマフさんに確認するってことね。に しましょう。まあまあ全然いいですよ、全然。うんうん。俺が負けたらどうします。まあここに来てもらおうかな、じゃあここに。今から今からもうここに来てもらおうかな、はい、ここに。インフルエンザー移すことになるけど、まあもうここにもうここに来てもらうしかないんで、負けたらマフマフさん。なるほど、うん、いっかまあか、まあ、顔出しですね、顔出し。あー、ちょっと時間かかるけど、まあもう全然いいです、全然。もうそっち、どっちかですね。自信あるんですか、ちなみに。どうだろう。でもあれですよ、使うキャラ同じっすよ。使うキャラ同じ。うん、まあまあまあ、やりましょうやりましょう。じゃあやりますか、やりますか、やりましょう、はい、ちょっとじゃあこれどうやってやるのこれあ、じゃあ俺部屋建てるんで、はい、そこに入ってもらうみたいにしますか。もうちょっとね、はい、偽物偽物言われてるんでね、マジ勝ってもう顔出しかここに連れてきます、もう本当に、うん、まあ、これこそマフマフさんと一緒に歌ってみたをあげた仲なんでね。まあまあそうですね、うん、一緒に歌ってみたのってあげたことあったっけさあ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 、ちょっとね、まあね、やっぱね、できればね、やっぱ現場に来てもらいたいからね、やっぱ僕の誕生日配信で現場に来なかったのマフマフさんとガーシーだけですよじゃあちょっとやりますかさあ、同じ
同じキャラクター来た。2000です、2000。そういうことか。え、これ2先？2先です、2先です。 OK です、OK です。なるほどね。同じキャラだからもうちょっと戦い方分かっとるから。やばい、痛い。やばっ、うまいっすね。おい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 、いいね。いいよ、やばい、うまい。いやー、ちょっと待って、もうこの同じキャラクターっていうのが、ちょ、バック、うわー、やばい、うまい。消えろ、こないろ、ガー、うまいっすね。えらい、やるね。ちょっと待って、同じキャラ。よしよしよし。あ、オッケーオッケー。やばい。あれ。素材がないよ。やばいな、これちょっと。生き返れ、スティーブ。やばいんじゃないの、やばいんじゃないの。やばい、うわ、うまい。マジか。え、結構普通に強いの。やべ、無言になっちゃう。いや、ちょ、マフマフさん普通にうまいっすね。あ、うまい。そう。やべ、うまい。二先なんで。まずいじゃないですか。まあ、マフマフさん、僕一回戦ったら大体相手の動きも読めるんで。なるほど。まあ、もう次負けないですね。わかりました。まずいんじゃないですか。マフマフさん、スマブラする暇あるんですか。本物のオタクなんで。あ、やばい。おい。ミスター、危ねえ。ダイヤ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 。ちょ、待って、ほんまにうまいな。ここ。ちょ、待って、マジでうまくない？何これ、どうなってんの？あ、危ない。ああ。行って。お、お、燃えてる。これ燃やされる側の気持ちっす。いけ。あー、もうちょっとこれ。
危ない。危ない。行って。でこれこそモニターから10メートルぐらい離れて今やってるんですよ。そうなんですよ、めっちゃ遠いんですよねモニターが。ーなのでちょっと近づけてやってもいいですか？え、近づけ、ちょスタッフの都合で10メートル離れたところでやってるんですよ。めっちゃ遠いんですよねモニターが。こんなんなんですよ、こんなん。もう俺今こんなんでやってるからね。そう、負けるよそんなん。でこれこそちょっと優しくて言えなかったんですけど、まあありがとう、言ってくれてありがとう。だからちょっと近づけてやる。めっちゃ遠い、もう何も見えん。やったらできるのかなっていう。いいですか？いいですよ。マハさん、じゃあちょっとあの画面近づけてやっていいですか？なんて優しいんだ。もう僕が近づきます。僕がもう最悪。それもう、はい、見といてください。それあ近づけます？モニターちょっと。マハさんのもう一回だけいいですか？すいませんが。あ、いいですよ。でも、はい、あの今までのなしでこれがあの本番ということで。はい。今までのなしって言った？今まで10メートル先だったんで。あー見える、めっちゃ見える。あすごい。めっちゃ見える。今もう今ここにモニターがある。え、マグマさんってあなたがプレイしますそもそも。そもそもの問題。じゃあマグマさんもう一回でやりますか。お願いします。もう勝ったわこれ。勝った。勝ちました。 OK です。音入ってない。あ、来ました。ワン、ゴー。わ、めっちゃやりやすい。なにこれ、すごっ。もうさっきと全然違うわ。うん、いやマジでもう全然違う本当に。さっきより全然強い。まあそういうことなんだよな。なるほどね。はい、決まっていく。ウエス、ちょやばいやばい、やばい、あかんあかん。いや、ちょっとマジで。ほら、よし、よしな。おい、高明ログインすな、お前邪魔だ。ウエストマッシュ。
甘い。あ、やばい。いいよ、まだわかんないからな、これ。マジか。いや、わかんないよ。わかんない、わかんない。全然わからん。あ、わかんないよ。ママさん、ありがとうございました。ありがとうございました。来年はここに来てください。はい、さよなら、ありがとうございました。おわ、ちょっと、あれ雑談は雑談するんじゃなかったですか。もういいです、もういいです。うん、はい、もう大丈夫です。もうちょっと手加減してよ、はい、俺誕生日だよ、今日。松本さん、ですね、すいません、コントローラー間違えていて。はい、あ、もうくどいです。あ、大丈夫、大丈夫です。すいません、ママさん、すいませんでした。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます、マフマさん、またよろしくお願いします。またやりましょう。はい、ありがとうございました。え、マジでもう終わりっすか。え、なんかあるんですか、逆に話。いや、別に特にないけど。ないんか。いや、ちょっとショックすぎて、だから俺今誕生日にボコボコにされたんだよ。でもいつでもスノブラなら対戦相手になるんで。はい、わかりました。はい、忙しい中ありがとうございました、マフマさんでした。お疲れ様です。まだすごく誕生日長いです。まだもう帰りたいもんだって今。強かったね、うん、俺絶対勝てると思ってた。てかなんなら、まあ、ちょっと俺やっぱずる賢っこいとこがあって、マフマフさんの YouTube 見たらスマブラでルカリオ使ってたんですよ、うんうん、だからめっちゃルカリオが強い人とコソ練してたんですよ。はい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 、5時間ぐらい。全く意味ない。全く意味がない、コソ練の。でもまたやっていただけるみたいなんで。あれ、なんか全…あれ、いや、マジでちょっとマフマフにボコられたの結構来てるな、今。いや、マフマフもう…いや、引きずるよ。引きずらない、逆に。引きずらない人いるの。ザ・主役の人ボコられたんだよ、3回も。手震えてるんだけど、今、怒りで。